日本の河野太郎外相がシンガポールの有力英字誌に韓日関係悪化の責任は韓国政府にあるという批判性の英文寄稿文を掲載しました。4日のブルームバーグへの寄稿文に続き、アジア有数のメディアを通じて日本政府の立場を伝える世論戦に持ち込む作戦でしょうか。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は河野太郎外相、またまた批判性の英文寄稿文掲載の話題です。最近の韓日紛争の背景。河野外相はシンガポールの英字誌ストレイツタイムズ9日付に、最近の韓日紛争の背景という題名の寄稿文を書きました。河野外相は寄稿文の中で、韓日両国は1965年の国交正常化当時の日韓基本条約とその他協定に基づき、身近で友好的で協力的な関係を形成してきた。しかし両国は今、第二次世界大戦期間の韓半島出身の過去の民間労働者問題で困難に直面していると書きました。河野外相は韓日両国と両国国民間の請求に関する全ての問題を1965年の韓日請求権協定を通じ完全かつ最終的に解決されたことが確認されたという主張を繰り返しました。その上で、徴用韓国人の賃金と戦争被害補償などを含めた5億ドルが支援され、韓国政府は日本から受け取った資金の分配責任を負わなければならないとしました。寄稿文の最後には、韓国の韓日軍事情報包括保護協定終了決定は、北東アジアの安保環境を完全に誤認したものと批判。7月から日本政府が韓国だけを狙って、輸出規制措置を発動したことは徴用賠償判決と関係がないという強引な主張も繰り返しました。この日の寄稿文は4日のブルームバーグへの寄稿文と5日のバンコクポストへの寄稿文、日本と韓国の間の真の問題は信頼よりも韓国の責任をさらに強調しました。この話題にネット上に様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。ネットの反応。河野大臣仕事しすぎ、グッジョブ太郎、こういうのは大事、太郎バリバリ、彼が次の防衛省になるのだから南戦中国ロにとっても重しとなる、安倍グッジョブ、これはもう完全にポスト安倍だろ、有能、太郎ってなんで売国の親父とこうも違うんだ、血がつながっていない義理の息子さんなのかな、諸君今までこれほど仕事をした大臣がいたか、答えはノーだ、今までの日本の大臣は韓国にどうして報復する考えがなかったんだよ、今までが悪すぎだ、本来は外務省の仕事なんだけどサボってる、韓国に打ち勝つには英語必須だな、韓国の新聞でこれだけ韓国側が悪いことを説明されてんのに、なんで韓国人は理解できないの、強引とかゴリ押しとかつけてるけど何一つ反論できてないことに疑問感じないの、次のやつは河野より働かなそうだな、聞いてる聞いてる、韓国は河野の英語力にビビリ入ってるだろう、日本の方が筋が通って嘘がないし、マジか、日本が韓国にここまでやるなんて今までなら想像もしなかったな、グッジョブ、こういうのでいいんだよ、大使どもは何してんだ、河野太郎外相頑張れ、最高だ、世界に広げよう、
2019年河野太郎外相談話。外務大臣というポストに一片の悔いなしという気分だろうな。あとは防衛大臣としてますます頑張ってほしい。大臣はともかく、外務省はなんか仕事してんの？やるやん河野。いい仕事だ。間違いは正さないとな。河野いいよな。やっぱ変えないで。外務省はこういうのコツコツやりなさいよ。河野外務大臣、辞めないで総理も兼務して。担当変わるから出し惜しみなしの前段発射状態。太郎、外相最後の仕事としてできることをきっちりこなしてくれてなんて頼もしい。大臣就任した当時、こんなやつ入れるななんて書き込んでほんとごめん。いいね、世界中に撒き散らす韓国の嘘に逐一反論してほしい。省内で専門部署作るべきだろう。河野ガチ有能だな。日本人の美徳に反することでも国益のためにすべきことをやる。こういう政治家を支持したい。余計に日本のイメージが悪くなるだけ。話し合い解決の気持ちがない。外務省の官僚たちが仕事しないから大臣が頑張ってるのか。河野さん行動力あるね。日本政府を支持応援します。今まで外務省はやるべき広報をしてこなかった。河野が初めてだろう。これが普通の国だよ。いいね、どんどんやってほしい。責任は韓国にある。以上がネットの反応です。ほとんどのコメントが河野さん称賛の声でしたね。私も韓国にこんなにストレートに意思を伝えた方は初めてだったので、とても痛快でした。やるな、河野さん。皆さんも、ご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら、高評価ボタン、よろしくお願いいたします。お待ちしてます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。